ウサギ、その愛らしい外見と独特な性格で人々を魅了する小動物について深く探求しましょう。家庭でのペットとしても、野生の動物としても人気を集めるウサギは、その魅力と多様性で私たちの生活に豊かさをもたらします。ウサギは哺乳類で、世界中にさまざまな種が存在します。ヨーロッパ、アジア、アフリカなど、さまざまな地域に生息しており、その外見やサイズ、 色彩には多くのバリエーションがあります家畜化されたウサギは、さまざまな品種として存在し、それぞれが独特の特性と魅力を持っています。ウサギは主に草食動物であり、草や植物を主な食料としています。彼らは非常に社会的な動物であり、繁殖や生活の中でのコミュニケーションが重要です。ウサギは穴や隠れ場所を利用して生活し、 敵から身を守るための戦術や行動を学びますうさぎの健康維持は、適切な食事、定期的な医療チェック、そして適切な生活環境が必要です。彼らはデリケートな消化器系を持っており、特定の食事やケアが必要です。定期的な運動と適切なケージ環境は、うさぎの幸福と健康を保つための鍵となります。うさぎは人気のあるペットとして 多くの家庭で愛されています。彼らは人懐っこく、適切なケアとトレーニングを受けることで長寿で幸せな生活を送ることができます。ウサギとの絆を深めるためには、定期的なケア、適切な栄養、そして愛情深い環境が不可欠です。ウサギは多くの文化や信仰において特別な象徴として扱われています。例えば、ウサギは繁栄や再生の象徴とされることがあります。 また、文学やアートポップカルチャーにおいてもウサギは魔法的な存在や愛らしいキャラクターとして描かれることが多いですウサギはその愛らしい外見独特な性格そして文化的な象徴として私たちの生活と心に深く影響を与えています彼らとの絆を理解し尊重し愛することでウサギとの共生の美しさと深さを体験することができます